27日、日本時間28日、MLB アストロズ、ドジャース、ヒューストン。ドジャースの大谷翔平選手は、1番、DH で先発出場し、6対4で迎えた8回、子球を選んで出塁。自打者の初球に2投を決めた。これで自己最多の26投類に並んだ。後続が倒れて得点にはならなかった。 死球のベッツに続き、産卵の病気のためフリーマンも離脱。MVP トリオの中でただ一人残った大谷が次々結果を出した。中でも3回の本塁打は圧巻だった。打球速度191キロ、右翼最上段に達する飛距離135メートルの超特大弾。チームを鼓舞するのに十分だった。 5回無視1塁では至球でチャンスを広げ、4点目のホームイン。6回1死12塁では3試合連続のマルチアンダとなる左前的地打を放った。この日、本塁打争いで2位を行くオズなブレーブスが3 5号本塁打を放ったが、大谷もアーチを運んで2差をキープした。